ひらくん。ん？トマトは好きかい？大っ嫌い。なんで？いやなんかね、うん、俺にとっては美味しくないんだよね。トマトうまいじゃん。いやダメ、あのね、新鮮なトマトにさ、うん、砂糖つけたっけ、もううまいじゃん。マジで理解できない。もうあれだけでもデザートじゃん、ね、トマトが甘いっていう人がちょっと本当によくわからないのさ、うん、あーじゃあお前はあれだわ、敵にしたいわけじゃないんだけど、いいトマトになったことないんだわ。え、本当？そんな君におすすめのゲーム、こちらトマトそんな君におすすめのゲーム、こちらトマトマトマト、おお、トマトとトマトとトマト、え、すごいな。早口言葉俺も読んでいい、ちょっと。そう、トマトマトマト違う、トマトマトマトトマトマトマト違う、トマトマトマト、え、トマトマトマト、トマト、え、トマトマトマト、え、トマトトマトトマト、こちらのゲーム、概要を見た感じだと、トマトゲーと書いてます。え、ほんと？まあでも行ってみよう、ちょっと気になるから行ってみよう、うん、なんかさ、BGM がやばいんだよね。俺はもうこれジャケダウンロードしたもん。ジャケダン、ジャケダン、ジャケ買いみたいな。まあトマトはじめ、トマト続き、トマト終わるで、もう全てがトマト。行きましょう。言葉がトマトで構成されてるね。お願いします、藤です、平です、よろしくお願いします。お願いします。人類平等と誰かが言った、みんなが大切と誰かが言った、みんな一緒が大切。あー、ごめんごめんごめん。それでも人類は何かに順位を、優劣を、価値をつけてきた。まあそうですな、うん、だがそんな問題を解決するべく、ついに各国の首脳たちが集い、会議を開いたのだった。え、でも順列つけるのは大事じゃないの？そうだよ、競争しないと人間腐っていくよ、うん、そうそう、戦わないとね。そうだよ。お偉いさんへ、まず言語は統一すべきじゃ。オーケー、おいおいおい。なんか個性的な首脳さんたちですね。まああちらの言葉だからね。まあそうそうそうね、うん、こうして人類の言語はトマトに統一された。えぇ、そんな悪いの？待って、しかもあの、あ、うん、トマトってあれ英語だっけ日本語だっけどっちだっけ、トメートなんじゃない、トメートが英語か、英語かわからんけど、まあ、英語だね、英語発祥どこなんだろうね。どう、そうだよね、うん、まあとりあえずトマトになったね。知能ってやつ案外バラつくもんだぜ、あんたらわかりかい。おいらさんデラックスで。強いな。賛成、あたい賛成、何度でも賛成、痛く賛成。プログラムだよ君、遊んでんじゃん制作者さん、これもう。あれ、構成人類知能はトマトに統一された。いや、分かったよ、分かった分かった。そんな、うん、二言三言と決まっちゃうんだ ね、大事なことが2回言ったんだね。俺さん、メックス。ここは会話だった、言語がばらついていると思う。はい、俺さん、お、それは言った。じゃあ財産かな、持ち物とかも含めてさ、財産もトマトに。じゃあ財産はトマトに統一された。じゃあもうトマトが通貨になるわけ。あ、はあ、あ、なるほどね。俺さんジェネレーション。でもやはりなんといっても、何ジェネレーションすんだよ俺さん。5つを。あ、なるほど、なんだっけ、言語、うん、なんだっけ、トマ、人、なんだっけ、なんだっけ、あ、3つあるのね、2つ、2回言ったんじゃなくて2つ分けられてた。あ、ん、言語、うん、財産、うん、あと1つなんだ、忘れた。ね、忘れちゃったね。まあ、いっか。人類とかじゃなかった？そうだね。もっと、もうちゃんと説明する。俺らさん、アイアンペン。アイアンペン。悲しいことに人種なのかもしれないな。俺らさん、JK だ。JK じゃない。そうだね。創世で、あさし、あの子はずっと人が作ってくれ。マジ最悪で、ありがとうございます。的な。なんか似合ってんな。俺さん、K は。まあ、皆さん、いいこと言いますね。そのアホ面で感心した。私たち、精霊人としては、いやだけど、しゃあねえ。人類じゃねえ。人類じゃねえ。精霊人って。放射人類だ。あ、放射人類はトマトに統一された。やべえな、はあ、どういうこと、どういうこと、18年後、なんで18年、18年。はあ、俺ってトマトだな。そうだな、トマトだな。お前もそう思うだろ。って誰もいねえか。それにいたとしてもトマトしか言わねえしな。やべえな。え、じゃあなんで俺が喋れるかって、そりゃ俺はトマト界の革命児だからな。なんか中二病みたいな。あと顔っぽいがうっすら見てるけど、それは幻だって、本当は顔なんてない。おつちゃ大粒も小粒もないトマトなんだから。企画は統一されてるわけね。なんて喋れないことに喋ることを喋ってる。俺の名前は、うん、おミネストローニ。かっこいいじゃん。でもかっこいい。トマトじゃないんだね。トマトじゃないんだ。え、どうしよう、どうする、変えれるけど、ナスがいいんじゃない。ナスだね、うん、ナス。我々も名前2文字だしね。そうだね、富士、平、ナスで本実況はお送りいたします。よろしくお願いします。ナスです。ナスです。ナスでナス。そう、ナスだ。嘘だ、本名はミネスローニャだ。ミネスローニャ。変わんねえのかよ。しかし名前ももう関係ない。そうだ、トマトはトマトだ。他に呼びようがない。え、いいからさっさと行けって。どこにだよ、トマトにも関係ないぞ。うるせえよお前は。普通のトマトならな。おさっきも言ったが、俺はトマト界の革命児だ。トマトには
やらねばならぬ時がある。おーいいね、やる気に満ちあふれてる。そこの上に見えてるマグマを迂回しよう。それと村があるからそこに入る。ああ、こうなるな。あ、これさ、マップもトマトじゃない？自分が立ってる場所下手じゃない？これ何が？トマトの。トマトのへ。ほら、下手。何が？ほら。ああ、そういうことか。わかったわかった。これこれ。おお。あ、そういうことか。そうそうそう。あ、すげえな。ごめん。ちょっと今一瞬ヒラがバカなんだよ。ヒラ何言ってんだろうと思った。いやなんか、あ、俺もアハ体験だよ。本当あれだね。トマトにこだわってるね。てかさ、これあれじゃね？うん。ビジュかっこいいな。かっこいい。これね、うかいってこと？これ？うかい、ああ、うん、そこでね。あ、これも。でかいトマト？トマトや。すげえ。記念に一周しとくよ。そうだね。別にいいよ。まいっか。行ってみたい気持ち悪いけど、まいっか。行こう行こう。とりあえず行こう。ここが村ね。お、トマトいるじゃん。いっぱいいるじゃん。よっ。よっ。モブ？モブ？ほらな、みんなどう？あ、喋んないの？ああ、なるほど。本当に。あ、喋れないんだね。雪だるま。触れてみたとて小声もせず冷やしトマトを召し上がれ。いいのかよ。おでもいいわ。かっこいいぜ。何？え、雪だるまは何なの？分からん。なんで雪だるま？思うんだけどさ、マグマに囲まれてる土地なのにさ、雪だるまがこうやって普通にあるのって。まあ、しゃあないしゃあない。ごめんごめん。それはゲームだったよ。雪解け水が畑の良い栄養になるのです。普通にいい情報入ったね。勉強になった。普通にいい情報だな。モブ？モブ？何？何も喋んないの？もしかして全員モブなんじゃない？あ、え、マジで？怖い、ね、なんか面白い手抜きだね。何のようだい、うん、あ怖っ。なんか主人公が頭おかしくなってみたいな感じが。そうだね。なんだろう、ほらあの道行く人々がさ顔がないみたいな。え、待って、全部行くな。そうか。ひまトマト。ダメなの？なんかあれだな、面白い。こうあ、ダメだ。バカにするつもりじゃないんだけど、うん、なんかユニークな手の抜き方だね、うん、どうしよう。え、どこ行けばいいんだ。待って、このゲームちょっとホラーゲームじゃない？うん、怖いよ、なんか最終的になんかそう、最後主人公が気が狂ってるみたいな、うん、そう。え、やっぱりだ。ありえる。全員同じ顔に見えるっていう、そういうサイコパスな感じが。やべえ。え、実は最初の首脳会議も。あ、でもここはいけんじゃないか。主人公が見た夢みたいな。あー、なるほど。えならいいなって夢落ちなんじゃない？言っちゃうとごめん。当たってたらごめん。ならいいなって。ベッドの上だよね。ほら、うん、もうダメだ。もうダメだ。やばいやばいやばい。あ、トマト手に入れた。やった。やった。何がだよ。なんかこうさ、うん、家族の形をしてるけど全員何も喋らない、この作り物の家族のような怖さが今ちょっと感じました。藤です。怖いです。平です。あ、トマト。セタス。待って、トマトで全然。レベル高いぞ。すごい、88レベル。え、あ、持ち物トマト、トマト回復系トマト。一応トマトにも系列があるのね。大事なトマトもあるし、うん、大事なトマト。待って、ちょっとトマトの、あの、トマトってなんだっけ、うん、トマトなんだっけ、なんだっけ、強いトマト。何これ、もっと強いトマト。知らねえ。いや、わけわかんねえよ。装備のトマトだよ。そう、トマトってやつさ、結局トマト。待って、トマトがゲシュタルト崩壊してる。もうやめて、もうやめて。いやー、もうやめて。いやあ、トマトちょっと、あ、でも本名はミエソローニャなんだよ。うん、現在のトマト地。なんだよ。ちょトマト保存するわ、うん、どのトマトにトマトしますか。もうね、もう意味わかんない、ね、意味わかんないの、ね、トマトした？した。オッケー、じゃあトマトしよう。トマトするか。よし、トマト、トマトいくべ。トマトなんかにはおらせないぜべ、祈らせにゃいぶ。あ、上にいるけどもね、わからん。どこだ正解は。おわ、うん、違う、違う。本当に不気味だねこれ。うん、なんでもない。おっと、トマト。最食用トマト、うん、戦闘用トマト。謎謎休業中。謎休中？何の話？なんだろうね。え？あ、これあれ、ちっぽけなんかさ、うん、意味ありげじゃない？っぽい。ね。え？うん、違う。違う。上の、ああ、そうだそうだ。そう。あ、隠れてるやつ。こいつ怪しいぞ。絶対そう。怪しい怪しい。そうだ。あ、違う。歩いてるだけだわ。違う違う。違う。え、嘘だよ。なんだよ。けてねえもん。なんだよ。お前の反応可愛いな。なんだよ、なんなんだよ。だって怖えんだもんこれ。お。はあ？は？今日もみんなトマトだったわ。あれ、この子喋れんじゃね？ね、すごい。私もトマト。あ、みんなもトマト。私もトマト。でもね、それはいいの。私は生まれた時からトマトだったし、それが普通だから。なんかさ。うん、この現代の日本のさ、うん、なんかアンチテーゼを感じる作品なのかもしれない、もしかしたら。なんだろうね、道からそれちゃいけないみたいな生き方のね。うん、本当は良くない。だってなんで私だけ、うん、ほら、あ、こんな感じがする。多様性を認めないという。やっぱりこうダメか。
みんな変わり映えないトマトだ。そうだね、みんないい子ちゃんだもんね。あ、あなた今喋。お、出会う、ついに。え、何、声が。声が？まさか、お前。おお。俺以外の喋れるトマトに初めて会ったぜ。お、かわいいな。かわいい。私も表情には出せないけど、とても驚いてるわ。顔のように見えてるものは幻です。そこ、固くないそうするんだろうね。別にいいじゃん、あっても。本当にトマトなんだ。ふーん、で、お前はトマトとして生まれてきた側なのか。ええ、そうよ。あなたは統一された側なのね。え、何、どういうこと？あ、統一された人と。トマトになった人とトマトとして生まれた。そうはいるんだ。うん。あ、しかし、別に元に戻りたいとは思ってねえよ。あら、そうなの？私はてっきりその方法を探しているのかと。ああ、いや、まあ少しは探したけどさ、飽きそうなもんですぐに飽きちまった。元がイケメンじゃなかったし、まあいいかなって。でも私はたまに夢見てるわ。トマトじゃなく人間として生きる自分を。お、まず人間ってものを知ってるんだね、うん、本とかでまだ残ってたりするのかな。それさえもトマトになってない。そうだよね、全部トマトにしちゃうわけだよね。そうそうそう。そんなことしたら、まあそうだろうな。知らない世界に関心抱くのはよくあることだ。でもそういう、そういいことばかりではなかったかな。あ、ひどい。頭の夢をぶち壊したわね。性別があるのかよ、トマトに。そうだね。やめてくれよ。があるように。やめてくれよ。あ、おしべめしべ、なるほどね。そうそうそう。お前乙女だったのか。当たり前でしょ。いや、だって顔がトマトだし、予約つかねえし。はぁ、まあ、あもう傷ついた。罰として私の夢叶えたよ。え、お嫁さん。お嫁さん。いやだよ。私の夢、お嫁すね。やめろ。厚かましやっちゃな。夢ってまさかさっきの人間として生きてみたいっつう。そう、幼い頃にヒソデレラの絵本を読んだからずっと夢だったの。え、ああなるほど、本があるのね、うんうん、そこの本棚にあるからあなたも読んでみるといいわ。桃太郎もあるかな。ヒソデレラ、あ、あれか。それと女の子が王子様のおかげで人間に戻るやつ、お姫様になるやつ。はいはい。悪い、まあ実際には王子様じゃなくヘンチクリンのとこが来ちゃったけど。なんかあながち間違いじゃねえな。そうだな、お嫁さんにしてくれってのは。お前も見るじゃねえけどな。こいつ。じゃあ早速聞くか。え、もう行くの？おう、善は急げ。あ、さあ先導だ。お前ら腐るのね、うん、そうね。あ、そういえばまだ名乗ってなかったわね。私の名前は、お、私の名前はリタ・マルゲリー。あ、マルゲリータ。うん、うん。何言ってんだ、トマトはトマトだろ。お前も立派な名前があるだろ。選ぶトマト間違ったかしら。まったく、俺だってばトマトなんだからな。ほんだ、お、いや、もう行くって言ったじゃん。ついてくるんだね。あ、そっか、夢叶えなきゃいけない。なるほどね。絵本はメニューけど、アイテム一番上のトマトです。やめて。まあ、分かりづらいから。一番上のトマトだから。分かりづらいから。大事なトマトじゃない。あ、これが大事なトマトだ、ソテルな本。これはトマトじゃない。おお、初めてトマトじゃない。これだね、なんだろう。絵本いますか。はいはい。お、ソテルはとっても泣き虫。なぜならとっても貧しかったから。貧乏でも幸せなんてそんなの嘘。今日も空き缶を持って立っていました。うわぁ、わぁ、投げ銭よこせ。いきなり、わお。悪そうね。そこに悪い魔女が通りかかりました。魔女は泣き虫と貧乏人が嫌いです。地獄に突き落としたくて、早速シソデレラに魔法をかけました。お、シソデレラは出演されてしまいました。ほら、お前の名前にぴったりじゃ。魔女は空き缶の中のお金を奪って帰っていきました。ソデレラはシソなので泣けもしません。シソ。泣けなかったシソデレラはせめて笑ってみました。一応でもいいから笑ってみたかったのです。その日からシソデレラは笑い続けました。鳥に踏まれても、鳥に突つかれても、雨が降っても、火事になっても。マジかよ。そこに今度は王子様が取りかかりました。おや、これはかわいそうだな。まるで笑ってるのだ。王子様はシソデレラをお城に連れて帰りました。王子様は愛情いっぱいにソースを当てました。そしてある時、愛情余ってシソにキスをしました。するとなんと、シソデレラの魔法が解けました。しかしシソデレラはお城を出ていってしまいます。こんなめずぼらしい姿見せられないわ。はあ、シンデレラのような、うん、あ、シンデレラだ。そうだ、シンデレラ。いやシンデレラだ。そうだ。うっかり本当に入っちゃった。うっかり入っちゃった世界に。人に戻ってもシソデレラは笑い続けました。笑っていた方が空き缶にお金が貯まったのです。はあ、ちょっと待って、結構面白いんだけど、ね、これ。そして次はさ、町は大騒ぎ。王子様がシソデレラを探しているのです。だけど王子様と結婚したくて嘘をつく人ばっかり。はは、結構長いのとして、ね、あ、だけど王子様はシソデレラを見つけました。シソデレラにはその時から変わらない笑顔があったのです。今度は僕がさ、魔法をかけてあげるよ。ちょっとチャラ。王子様は甘ったるいことを言いました。そしてシソデレラは王子様と結婚し幸せになりましたと。さ、おしまい。普通にいい話でした。めっちゃいい話だったんだけど、うん、
よかった、よかった。ああ、なんかちょっと感傷に今浸ってる。そうね、あ、幸せになれてよかったって。あの流れだとさ、ちょっとバッドエンドが待ってたかと思って、うん、そう緊張しちゃったよ。何？え？茶葉を乗せるとトマトは甘みが増す。なんて話もあったな。効果は知らん。あ、もうトマトがもう攻めてくるほどの頭に。やだ、トマト。もうトマトダメだ。トマト。トマト。あ、トマト手に入れた。あ、トマト。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 あ、レベル4トマト。あ、回復系トマトだ。トマト。うん、トマト。トマト B ちゃん。トマト。トマト B ちゃん。B ちゃん。トマト B ちゃんはなんかできんの？何もできない。うん、トマト。レベルも低いけど THP 高い。トマト。ヒラ？ん？大丈夫か今。トマト。トマトしか言ってなかったぞ。大丈夫か。トマト。あ、そうだ、この村にある右上の大きい建物の中に入るなら入り口の銅像なんとかしなきゃなんだけど。そう、うん、見りゃわかるわ。うるさいわね、黙って聞いて。あの銅像、村人以外が話しかけると無視するのよ。で、村人が話しかけると謎々出してくるの。ほう。でも、トマトに謎々なんて解けるわけないでしょ。だから誰も入ったことないの。中に何があるのか、謎に包まれてるわ。お前が解けばよかったよ。だってなんか一人入るの怖いじゃない。ほう、そうか。つまり俺はあれか、盾か。シールド。まあまあ行ってみよう。行ってみよう。うん。トマト、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 トマト。トマト？トマト？トマト。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 どうぞさん、謎謎出して。ええ。どうぞ。くだらねえ。わ？いやわかんねえよこれ。いやわからないなこれ。どっちだ？どっちだ？どっちのトマトだ？上のトマトと下のトマト。どっちがいいお前？どっちだ？上のく、なんでもない。上のだ。だいぶセーフセーフ。セーフセーフ。じゃあ下のトマトでいいんじゃない？いや下のトマトでいこう。下のトマト。正解だ。あったぜ。じゃあ次だな。あ、どっち、どっちだ？お、覚えげじゃねえか。覚えげなの？3140。え、何それ？え、314。3、じゃあ314と？うん。3、よし、正解。1、4。いいのかよ。すごいな、ちゃん、え、なんでそれ。次の文章よく読んで。公園に子供が5人いました。はい、5人いました。そのうち3人には母親が付き添っています。はい。数分後に連れてやってきて母親は全員帰りました。はいはいはい、帰りました。はいはい。その後サングラスの不審者がやってきて大騒ぎ。警察官が4人取り押さえ、子供たちは急いで持ってきた母親に連れて帰られました。はいはいはい。え、公園ではブランコが寂しくキーキー音を立てていました。え、うん。え、ま、え、ま、まあ、いっか。よく読んだよ。まあ、まあ、はい、はいはい。え、はぁ読めばいいのかよ。謎謎なの。そろそろ通っていいよって。お前の小話ね、ただの。そうだよ。小話を聞いただけじゃん。すごい身構えちゃったよ。わお。え、なにこれ、なんだこう。ちょっと待って。へぇ、こんな感じになったのか。ブザマ。ブザマ。うん。言い方ってものがあるでしょ。うん。ブザマだーなー。そういう話じゃなくて、というかわざとやってるっしょ。いいから、すまぜ、トマトに無駄口はいらねえぜ。誰に対して格好つけてるの。俺はトマト魂に。ヤマト魂みたいに言わないで、あんたこそ無駄口ばっかじゃない。お前僕ない、トマトだけ。何っていうの、本当に。何これ。お、グレーのトマト、トマトかっこいい。え、何それ。何それ。グレーのトマトだ。うん、だからそれが何って聞いてんの。あることに使おうと思ってたんだ。で、俺はそれを探してた。けどなんか別にもういらないっつうか、いや一応取っとくか。なんだそれ。うん。で、一つ言いたい。トマトって赤くね、うん、グレンって言わなくても。まあな。ごめん。まあな。ごめん。いやもう赤の、赤の度合いも違うんで。俺なんか言っちゃいけないことを言った気がする。大丈夫だ。え？マレーに何か出てきますが、一番の困難をしてれば勝てます。いいのか、そんなんで。何これ。そんなんでいいのか。落ちる？落ちない。落ちないね。あ、まあ。どうする？進める？まだ。あー、どうしよう。そうね、一回止めよっか。じゃあなんか一応ね、新しく展開が変わったし。じゃあ次回、この続き、トマトのトマト、トマトしていきます。トマトする？トマトしていきましょう。何言ってるかもう分かんなくなってきたわ。トマト、じゃあトマト。トマトー。